こんな近くにあれ、こんな近くに研究するものがあるんだけど、これ、あら、これそうだよね、あったんだこんなところに。ちょっとちょっと、そんなすぐそこにあるんだったらね、もっと早くミチさん教えてくんないと。一応スタートしてきますか。あれ入ってないこれ。はい、必要なサンプルデータ300バイト。うん、いいじゃんね。よいしょ。はい。テザー壊れてる。ほんとだ。テザーの位置が変わっちゃったんだ、ちょっとだけ。待って。結構場所変わっちゃってる、これ。困るな。え、これ、一個一個直さんとかん、これ。いや、こっちが一応、つながってるから、こっちはつながってるから、ここに1個置けばいいのか。テザー1個どっか行っちゃったのか、それとも。どうなんだろう。2個ぐらいテザー作っときますか。ちなみにこれね、酸素のやつね、これ、拠点に発電機を置いておけば、電力もね、しっかりね、供給されるようになります。なります。なんでね、電力、小型発電機をね、置いておくのは結構大事。岩が直撃したら飛ばされちゃうのかな。そうかね、そうかもしんない。これをもう一個、ここに置けば、あー、繋がった繋がった、オッケーオッケー。細か。めっちゃ細かいね、これね。マイクラが好きな人はね、こういう箱庭系のやつ好きだよね。そもそもマイクラが箱庭だもんね。ちょっとせっかくなんで宇宙船見ていきたいけども、宇宙船なかったっけ、近くに。この星研究材料いっぱいあるけど、研究そんな早く必要なもんじゃなかったな、これ。後からでもよかったかもしんないね、研究ね。なんか、どっちかだね。ある、なんつうの、素材がたくさんあるか、木がたくさんあるか、みたいな。あそこになんかあるから、あそこちょっと最後に行ってみますかね。なんだろう、あれ。これ宇宙船か、普通に。さあ、宇宙船の中にはね、3つのアイテムが入ってるんで、あれ、これ違うやつだ。これ壊れてる宇宙船もしかして。待って、掘り出したらなんかあるかな。チタンがあった、よかった。あ、ある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 。あ、結構ある、結構ある。え、これ何これ。え、あ、あ、車の運転席だ。ああブーンブーンおー、やったー、いいもん手に入った。お、掘ってみるもんだね。これ掘り起こすとなんかね、車でね、持ち運べたりとかもするもんで、なんつの、星のそこら中にある墜落したものを集めて墜落博物館とかも作れるんだよね。よし、樹脂か。樹脂と銅とチタン、いいですね。酸素がなくなっちゃう。これ持って帰るか、これ。じゃあ、ちょっとここで再開って、これやばくないか。あ、ここで耐えれる、ここで。あー、そうです。なるほど、降りてはもういけないね、これ。ソーラー作ろう。ソーラー先にあった方がいい気がする。ソーラーだから、ソーラーどれ。今300バイトしか持ってない。そもそも小型ソーラーが400だもんで、オーガニックで、ちょっと充電しよう。充電、オーガニックをつけて、よいしょ、充電して、これでバイト溜まっていく。あ、溜まっていくわけじゃないのこれ。バイトってどうやって溜めるんだろう。なんだなんだ、バイトって何。あ、やっぱ300しかないもん。タービンちょっと作ってみるか。タービンってのは何だろう。風力発電かな、これ。よいしょ、風力発電？何で作れるの？アルミニウム！アルミニウムはね、持ってないけども、このね、卵の中にね、アルミニウムが入ってる可能性あるから、これね。ワンチャンこれアルミニウムあるよ。さあ、来い！シュポー！なんだこれは、向こうの方樹脂なように見えるし、こっちの方銅に見えるけどね。なるほど、嵐が来るからちょうどいい。あ、確かにね、タービンでね、壊れちゃいそうだ今日ね。どうなんだろうね。なん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 で、どうした。
え、なにこんなはっちゃけてんの、どうしたどうしたどうした、帰って下に、よいしょ、なんでこんなことなってた、あ、私が死んだもんで、ね、その残骸か、もしかして私の残骸が吹き飛んでた浮いてたね、思いっきりね。あー、そんなこともあるのね。はい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 、まだ上にある気がする。え浮いてるこの浮いてんのは なんで浮いてんだろうね。人があれかな、死んで飛んでったのかな。あったね、上にまだまだあるちょっと待って、ちょっと待って、まだもうない、あ、まだある、まだある、やばいやばい、銅とかめっちゃ大事だから、もうないかな、大丈夫かな、あ、あ、ある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 、あったあった、銅は大事。よいしょ、人とか飛んでないかな。研究チャンバーってこれ2個あった方がいいのかな、増やした方がいいのかな、こうやって複数同時にやった方が効率良かったりするのかな、どうしようまあいいや、とりあえずこんだけ集めたこの子たちをどうしようとかもね、考えないとかんだけどね。これで研究チャンバーをもう1個増やす。精錬所、今精錬所と研究チャンバーしか作れないじゃんね。どうしよう、あえて増やしとくか、じゃあ。研究、精錬所作っちゃった、間違えて。こっち側にもう一個。樹脂がない、樹脂が。あ、もう電力なくなっちゃった。これさ、もっといい発電機ないかな？中型発電機とかを先に作った方がいいのかね？あ、電気がしっかりこれ、いってるの見えてますね、これね。こっちからこっちこうやっていってる的な感じで。ね。で、樹脂をこっち伸ばして、で、ここにまた、樹脂が欲しいね、樹脂年のせいでボケてきた、あるかもしんないね。もう56歳だからね、私ね、今ね。よいしょ、こうして、で研究チャンバーをもう一個作りたい。混合物を置いて、ソーラーとかなかったっけ。そう、ソーラーとかもね、バイトを貯めて、なんだっけ、解除しないといけないんだよね、カタログから。それをやんないとソーラーも作れないんで、結局研究をしなきゃ進まない的な感じでね。ってことで、ここにもこれを置いて、よいしょ、これで、はい、あ、こっち900も入る、こっちの研究ちゃんやつ。物によって入る量違うんだね。あ、あれ、こっちもなんか900近くなってるね。最初やった時300だったんだけどね。なるほどね。よし、これで、カタログが、あ、470になってるね。何作ろうかな。どうしよう。何から作るべきかな。中型発電機が3000。テザーじゃなくて、小型ソーラーが400。これ作るか、じゃあ。これ一回解除しちゃって。よし。で、ソーラーはどうやって作る？銅2個ある、2個。よしよしよし、じゃあ銅でこれソーラー2個作ろうか。小型のソーラーを2個作ろう。1個、中型発電機は燃料が石炭。ああ、そうなんだ、ありがとうございます、助かる、マジそういう情報めっちゃ助かるんでね。そしたらこのソーラーをこことここに置いて、これで微電力ながら常にちゃんと動く感じになる。いや、1個しか動いてないから、ソーラー1個じゃ1個しか動かんのか。こっち置くか、じゃあこっちとこっち置いて、あ、めっちゃゆっくりだね。でもゆっくりだけども動いてるから、これはこれでありなのかな。とりあえず今持ってるオーガニックこの中全部入れちゃうかね。え、ベータ版しか知らなかったけど結構変わってる、めっちゃ変わってると思う、多分。うん、こんな宇宙服太くなかったでしょ。でもこれはまあキャラの違いかもしれないけどさ、ねえ、ないよりはマシ。そうだね。あ、もう一個ある、銅もう一個あるからさ、ソーラーもう一個作ろうかな。小型ソーラー最初のうちは結構使うよね、きっとね。うん、今日はね、ちょっとね、洞窟探索とかもねしていきたいんでねこっち方面にね、まっすぐ進んでみようかなと思います。きっとどっかに洞窟につながるところがあると思うんでね。あった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 。早速ですが、洞窟がありましたね、ここにね。
ちょ、ここ入ってみようかな、洞窟。